作中に名前は出ないがモデルは1926年から1963年までの間稼働していた千住火力発電所であった。お化け煙突は、告げ吉春が歌詞本漫画家だった1958年11月に若木書房、迷路一に掲載した短編。独特のペシミズムと前編を覆う雨の描写が印象的で、 この作品を絶賛した、白土三平の尽力により、後年告げは画廊で絶頂期を迎えることになる。若木書房の迷路第一号に掲載される。当時歌詞本漫画師として、影や街が発刊され、特に影は人気を博していた。告げも読んでおり、辰巳義弘や松本正彦に惹かれていた。白土三平も東京でデビューしていたが、 告げはまだその作品を知らなかった。若木書房では、影や街の影響を受けて、スリラーもの専門の迷路の相関を思い立ち、告げや遠藤政治などには相談なしに今村勤や鳥海康を、大石窓からを中心に作ろうとして、関東ページも彼らによって描かれていた。四五号くらいから辰巳義弘も描き始めるが、若木と会わなかったせいで、すぐにやめてしまう。 この作品はスリラーとは言い難く内容も暗かったことから若木の受けは良くなかった。告げは幕末風運伝を描いた頃より作風が急に暗くなる。これはその当時下宿していた吹き溜まりのようなアパートでの生活での影響からだと告げ自身が改装している。そこにはペテン師や売春婦などが住んでおり唯一知的な人物には画家がいて 彼とはその後長く付き合いが続いた。独身者が40名ほども住むアパートだったが、部屋は3畳しかなく夫婦で住む者もいた。ペテン氏は50代後半の新自然とした人物で、廊下で衣類やバッグ、時計、ライターなど、当時のブランド物を展示して売り始めたり、そのうち10人から、言葉巧みに、会社設立話で、大家や住人に出資させ、 その後一年ほどで行方をくらましてしまう。この話は、後の池袋百展開のヒントにもなっている。告げはこのアパートで、麻雀や花札を覚える。こうした底辺の人たちの生活に紛れた影響が、作風に暗い影を落とし始める。告げは、この作品で、自分自身に何か変化があったと回想している。東京の外れの不思議な四本の煙突が舞台。 見る位置によって煙突が4本が3本、3本が2本、1本に見える。中でも4番目に建てられた煙突はたたっているという噂がしきりで、それまでに掃除に上がった職人が9人が転落死を遂げていた。たたりの煙突として恐れられている4本目の煙突に貧困にあえぐ職人が1万円の懸賞金目当てのために登る。連日の雨で仕事がなく息子の医療費を稼ぐために、 登る決意をする。強風と大雨の中彼は煙突を掃除するが、足を滑らせて10人目の犠牲者になってしまう。家では何も知らない妻と子が、父の帰りを待っていた。ABCDE、告げ吉春漫画術 ISBN4 から948735191。ありがとうございます。